リュックの中にあのスマホも入れてるからで耳栓してるから今ほら電話してした時にほらすぐ取れなかったじゃないですか。そうそう、だからあのほら鳴ってる時にこれポシェットの中入ってるから耳にイヤホン、そうそうそう、耳にイヤホンしてるけど鳴ってるのは分かるんだけど、そうそうそう、何もないタイプ。そうそうそう、で今止まってさ、安全なところで。俺なんかもう最近あれですよ、もう1000円以上のもの食べるとなんか罪悪感感じてさいや そんなもんですよ。なんかね、なんかコンビニ行った時もそうなんだけど、なんか1000円以上 のなんかお会計のなんか罪悪感感じてさ、あーなんかすげえ贅沢してるみたいなさ今までだったらほらタバコとかほらうちら吸ってたじゃん。うちらほらタバコやめたからあれだけど、だって前も言ったけど、やれ食べ物とでタバコなんか1回行くと2個買うでしょ、吸ってた時は絶対1500-1600円ぐらい行くからね、1回の買い物でコンビニでさ。そうだから、だからタバコやめると変わるよね、金額。あ、そうなんだ。あ、10月1日からへえ。あ、何、お酒も値上がるの。なんか義務みたいな感じに思いません、毎日飲んでると。なんかで たまに思わない。タバコもそうだったんだけど、なんかさ吸うのめんどくせえなとかさ。だから俺そうで、そうそう、だってさ俺も、まあ、うちらもうやめたから関係ないけどさ、タバコ吸ってた時なんかさ、なんか吸うのもめんどくさくてさ、なんか義務みたいで、なんかさ、で食後必ず火つけてさ。ただ食後はうまいよね、と吸ってた時は。今さ、今目の前工事やってっから今一瞬さ迷子になっちゃった。あれどこだっけなって、ここあれたまにね迷子になるんだよね俺、道。今日ちなみにまた冒険してるから道こないださ、ほら迷った時あったじゃん。ちょっと覚えてるかな、電話してる時どこ走ってるか全然分かんなくなっちゃってさ、あれここどこだ今ね。今兄貴と電話中だから、しかもほらポシェットの中にさっき言ったけど しまっちゃってるから見えないんだよね。あ、思い出した。土手沿いはまだ走ってないけど、まあ後に土手沿いで帰る予定。今走ってるとこ1ヶ月半くらいかなぶりぐらいに今走ってるとこ走ってるから。あ、でも今思い出したどこ走ってるか一瞬迷子になっちゃうからさ。でもね、今またもう一本ね、ちょっとまたちょっと冒険しようかなっていう道今通るから、そうそう、それもあって久しぶりにここ来たのよ。ちょっとあそこどうなってんだろうって思う道が一本あるのよ。まあでも知ってる道に出ると思うけどね、そのうち走ってれば。ちょっと待って兄貴、また迷子になっちゃったまたね迷子あれここどこだっけな。やっぱ今いや千葉県は、まだ千葉県だけど、たださ車だったらちょっと道一歩間違えちゃったよなんて言って、まあいいやなんて言ってさ、ちょっと大回りでもいいやなんて走っちゃうでしょ。
自転車そういうわけにいかないかんで、めんどくさくてさうん、まあでもこの道で合ってるとは思うんだよな。ただ一面田んぼ一面田んぼは田んぼなんだけど、右も左も田んぼですちょっと兄貴、ちょっと 目の前に警備員行くからさ、ちょっと警備員に道聞いていいちょっとまあ分かればラッキーだけど、ちょっと今聞いてみるわ。警備員さん、はい、ちょっと道聞きたいんだけど、ここまっすぐ行くとどこ行くんでしたっけ？ あっちの旧356出ます？あ、356出る。これ行って突き当たったら左で行けましたっけ？したらあの信号があるから、はい、左側にセブンイレブンがあって、それを右行くと橋越えた先にまた信号がある、はい、うん、それを左に行くと357に出ちゃう。356でしょ。356か、うん、トネガ沿い。あそこまで出れば分かります、うんうんうん、すいません、ありがとうございます、はいはい、ちょっと迷っちゃってね、ちょっと冒険しちゃった今日あ、すいません、ありがとうございます。あ、兄貴ごめんね、これでいいみたい大丈夫。ちょっとね、道をね冒険するとこんなになっちゃうんですよ。たまたま警備員がいたからよかった。Country Road.